い、どうもプーヤンです。今日もですね、またまた、意味のない乗り鉄の旅をやってみたいと思います。これね、意味のない乗り鉄の旅って言ってもね、乗ること自体にね意味があるんですよね。はい、ということでですね、今日はこれです。ドーン。相模大野から藤沢まで、ホームへ87号、この後ろ見えますか？ GSE ですよ、 GSE。 しかもこの1号車 1B。 ということでですね、この席に座った人ね、視聴者の皆さんの中でもね、おそらくね100人いないんじゃないかと思いますね。ということで、今日はですね、皆さんと一緒に、GSE の展望席、一番前の席ですね、これをお楽しみいただきたいと思います。はい、それにしてもですね、この時間ですよ。なんでこんな遅い時間に、ね、なってしまったのかというとですね、やっぱりね、人気の席なんですよね。本当ね、もうね、ちまちま小田急のホームページをね、何度も検索してね、ようやく取れたんですね。しかもね、これがこの相模大野から藤沢までというね、妙な区間ですよね。時間にしてね、おそらくね17分ぐらいだと思うんですよ。まあ20分かかんないと思うんですよね。まあそのぐらいの短時間なんですけど、でもね、やっぱりね、乗ることに意義があるということでね、今日は乗ってみたいと思います。それにしてもですね、まあ、こんな時間から藤沢まで行ってね、果たして私は都内に帰れるのかっていう心配もねちょっとありますけれどもね、まあでもね、そんなこと言ってられない。とりあえずね、取れた席にはね必ずやっぱ座らないとね、もったいないですからね。やっぱね、この本当ね、おそらくまだ3月17日デビューなんでね、デビューしてからそんなにこの展望席の一番前に乗った人ってね、いないと思うんですよ。単純計算でもね、まあおそらくあの席に座った人ってね、まだ1000人いないんじゃないかなっていう気がするんですよね。 GSE1 号車、お疲れ様でした。運転手は1番本川、
はい、ということでですね、とりあえず先頭車ですね、もうほとんどの人がですね相模大野で降りてしまってですね、貸し切り状態みたいな感じですね。この一列誰も乗ってないです。それでですね、やっぱりね、最新の車両なんでね、こうすごいこう乗り心地がいいですね。このね、一番この特筆すべきはですね、この足元の広さ、これこんなに広いんですよ。この、先週乗ったね LSE と比べるとね、 LSE はもうこのぐらいのところにもね、壁があってね、すごい狭かったんですけどね、こうほらカバンをこうやってね置いても十分余裕があるというね、こうね、この空間の広さはちょっといいですね。でここにこうなんか荷物がこう置けるようになったりしてね、でこのやっぱ見晴らしもですね、こうやっぱ VSE と比べるとかなり、こう広さがこうね、窓が広くてですね、でこのちょっとサイドの これがねちょっと広いかなって気がしますけど、やっぱ強度を保つためにはやっぱこのぐらいの太さ必要なのかもしれないですね。でもこのサイドもねこう結構ガラスがこうずっとねガラス張りになっててね、見やすいんじゃないかと思いますね。これはでもやっぱり真ん中の席の方がいいですね。A の席と D の席、両サイドの窓側よりも真ん中の通路側の方が、ね、見やすいと思います。私座ってるのは今ね B の席なんですけどね、やっぱこのぐらいの位置から見るのがねいいですよね。相鉄線はお乗り換えです。お出口は左側です。こらいいわ。このシートの感じもね、このね、すごくいい感じですね。でちょっとシートをこうバーッと倒してね、こんな倒れちゃうわけですよ。この後の各駅停車は5時、なかなかこのリクライニング状態もね素晴らしいですね。気をつけてください。これこうこんな感じでね、かなり広々としてますね。あとここの正面のね、この前のこの空間がねかなりやっぱ広いですね。LSE と比べてもやっぱり相当広くなってると思いますね。相模大野ヤマトからご乗車のお客様、こんばんは。本日は小田急特急ブロンズカー GSE7000型ホームウェイ87号をご利用くださいまして誠にありがとうございます。次の終点藤沢には22時18分の到着を予定しております。
でもライトが明るいんですね。各駅停車、片瀬江ノ島行きは22時30分発です。東海道線、普通。小田原行きは22時23分発。通勤快速小田原行き22時34分発です。普通、平塚行きは22時36分発。普通東京行き
22時29分発です。お忘れ物、落とし物をなさいませんよう、お気をつけください。お出口は左側です。本日は小田急特急ロマンスカーをご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点藤沢に到着いたします。はい、ということでですね、 GSE の展望席非常に乗り心地良かったですね。まあ、特筆すべきはですね、やっぱシートの広さですね。シートの広さと、あとですね、夜乗るとライトが明るいんですよ。ライトが明るいんで夜景もね、結構ねよく見えるんじゃないかと思いますね。LSE とかに比べるともうかなりねライトが明るい気がしました。前が見やすかったですね。それとやっぱり大きな窓ですね。窓が大きいことによってやっぱり視界も広いという、まあこれねちょっとね早くね昼間もう一回乗ってみたいですね。ということで、今日の意味のない乗り鉄の旅、非常に意味のある旅でした。ということでプーヤンでした。